はい、今日の一品です。まずは、カツの用意をして、ツナにマヨネーズとケチャップを少々入れていきます。卵と溶き卵と小麦粉とパン粉を用意しておきますね。そして長芋を皮をむいて、これを輪切りにしていきます。そしたら大きさ順に2列に並べてツナを乗せていきます。そしたら合わせておいた大きさ順にかぶせていきます。なんかちょっと楽しいでしょ。あとはカツを作る要領で粉をつけて卵を、パン粉の順でつけていきます。そしてこんがりと油で揚げていきます。めいっ子ももうすぐ高校受験ということで、受験生応援弁当、こんがり揚がったら油を切って塩コショウですね。身はこんな感じでジューシーです。お弁当にどうぞ。